excited being stage, and because I can training 2 months, so I'm excited, but I'm very happy to pray with all members. Like, I want that the others stop, so I feel now safety, but I want all in Ukraine to be safety too. できる限りの支援をしますので、安心して東大にいらっしゃってください。本当は体験してはいけない戦争というもので、人生が狂ってしまったウクライナの研究会教育会の人たちに温かいお心を、かけてくださった東京大学の存在、深く感謝しております。よろしくお願いいたします。当然だと思います。ぜひ一緒に頑張りましょう。はい。駒井市からの一時金をお渡しさせていただきます。体調いつもと変わりないですね。大丈夫です。はい。じゃあチクッとします。指先しびれてないですか？もうやっつくないです。大丈夫です。はい。Ты безпечна? Так, так, так. Ты безпечна. Дуже добре. Я себе гарно почуваю. Дуже задоволена, що зробила цю вакцину тут нарешті. Тому що це моя безпека і безпека всіх людей. Oh, this performance was absolutely outstanding. I'm very happy and very grateful to Tokyo Symphonic Orchestra for performing first a piece of Ukrainian composer Silvestrov, Prayer for Ukraine. It is very important for Ukrainians in those difficult times to be present in cultural life of Japan.
午後2時35分です。円相場が今1ドル130円を突破しました。1回目、2回目ですと、その休日に行かなきゃいけなかったので、ちょっと自分も予定を空けなきゃいけなかったんですけども、今日は学校があって、授業のついでだったので、その自分のスケジュールにも余裕を持って打つことができました。大学で受けられるっていうのはとても便利で、自分にとってはありがたいなって思いました。定例記者会見を始めます。それでは知事、よろしくお願いいたします。いよいよ明日からゴールデンウィークに突入するわけであります。帰省や旅行で出かけられる方もいらっしゃるかと思いますが、今はリバウンド警戒期間の最中だということ、これから人の動き流れが増えるということで、感染の再拡大のことも懸念されるという時期になります。どうぞこのゴールデンウィーク中も感染拡大防止に引き続きのご協力よろしくお願いを申し上げます。この2年間ずっと海外旅行行きたいなってうずうずしていたので、やっと行けるようになってすごい嬉しいです。向こうもコロナはある状況なので、感染対策はバッチリして日本に持ち込まないようにしたいなとは思っています。しばらく行けてなかったので、ちょっとなんかワクワクな気持ちもありつつ不安もあるんですけど、気をつけながら行ってきたいと思うので楽しみです。それではその場で挙手していただきまして、お待ちください。ありがとうございます。では順番に前方の方からご案内しますので、しばらくお待ちください。どこ行くんですか？じいちゃんから。じいちゃんところ？札幌です。札幌の函館だよね。うん、楽しみですか？はい、楽しみです。じゃあ気をつけて行ってください。はい。日本道路で山見号を発車いたします。入り口通路で立ち止まる確かめください。切符、スマートフォン、コロナでずっと行けなかったので数年ぶりになります。人混みもちょっと気にしながらではありますけど、楽しめたらいいなと思います。